おばんです。看護師しほです。見てくださりありがとうございます。皆さんのお子さんは野菜食べますか？うちの子全然食べなくて、なので今回は野菜嫌いな子でも食べれるレシピをいくつか紹介しようと思います。我が家は刻み野菜を採用していて、玉ねぎや人参、ブロッコリーなどをあらかじめ刻んで冷凍保存しています。この時長男にはかなり不評だったんですけど、お好み焼き粉で作ればお子さんは食べやすいと思います。ただおからパウダーや全粒粉を使った料理になるので、私的にはこの方が栄養素も満点でおすすめです。おいしい、よかった。こんなのおいしくない。長男には不評。何でもおたふくソースさえ使えばおいしくなると信じている、私はおたふくソースの信者です。この時はドリアを作りましたが、グラタンの具として混ぜてもいいし、ハンバーグやチャーハンに入れてもいいです。刻み野菜は本当に万能に使えるので、作っておくのをおすすめします。うん、おいしい。めおいしい、おいしい。オムライスくんおいしい。ドリアだよ。え？ドリア。お次はいなり寿司です。寿司飯モードでやや固めにご飯を炊くときに一緒に野菜を入れて炊きます。ズボラにもってこいの料理。確か本当はすし酢を使いたいところだったんですが、前回使った時にあまり不評だったので、ごま油、白ごま、塩で下味をつけました。お寿司パーティーみたいな。パーリーナイト、楽しむことに意味がある。ご飯は楽しんで食べなきゃね。うん、ちょっと、うん、そうで入れる。あ、そうそうそう、お上手。あ、落ちちゃった。ちょっと。なんで？開いてないからね、ちょっとね。はい、手伝います。おー、いいね、いいね。で、あとギュッギュッて握ればいい。どうやって？ギュッ。うん、オッケー。ごまま。4つ目はめんどくさがりさんにもおすすめの、もともと野菜や雑穀とが混ざっているミックス粉を使ったお菓子作り。刻み野菜は切ったり火を通したりする手間が少々ありますが、そもそも栄養素が混ざっているミックス粉は全粒粉やオートミールといったタンパク質や食物繊維、ミネラルが豊富に含んでいるので、ただの薄力粉から作るお菓子よりも栄養がしっかりあってヘルシーなのでおすすめです。何？指輪？これ食べてよ。え？食べてみて。あむあむあむ。
感想を聞かせて。美味しいぞ。最後に紹介するのは何でも野菜入れ放題なミックスジュースです。ただ正直私そこまでミックスジュースは好きじゃありません。動画を見てくださっている人は知ってると思いますけど、基本コーヒーか水かお茶を好んで飲みます。ミックスジュースや野菜ジュースを飲むのは野菜が足りないな、ミネラル足りないなと思った時ぐらいですね。あと何か入れるんじゃなかったっけ。あとは飲み物だね。あ、牛乳。うん。あ、でもこうなっちゃう。じゃおばあちゃん、そっか、まあちょっとお試しでどうだろう、乾杯しようよ。うん、いいよ。はい、いくよ。せーので、乾杯。どうかな。うん、おいしい。そう、何が強い。うん、きゅうりが強い。ね、きゅうり結構あるね。半分でもよかった。今回野菜嫌いな子供に向けたアイデアレシピをいくつか紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。まあ新しいことは正直なかったかもしれませんが、めんどくさがりでズボラ女なりに試行錯誤している様子が伝われば本望です。あまりに野菜を食べないので食事のメニューのネタに尽きているところがあるので、野菜嫌いだけどこれならいけるよとかおすすめのレシピなどあればコメント欄でぜひ教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回はハロウィンの日に意欲的に過ごした様子をお届けします。ではまずー。